ドラフト3位ヤクルトに指名されて入団。1年目からフル回転、中継ぎエース任された。球団記録塗り替えて見事チームは優勝。22ホールドヤクルト抑え任されて日本代表選ばれた。だけど金属疲労苦しみ打たれまくって、日ハムトレード、ハムでも結果出せず契約更改、まさかの宣告の汚点だ解雇された。